さて、今回はお久しぶりの解説動画です。それはさておき皆様、突然ですが今、置き換えが着々と進んでるのに全然話題に上がらない在来線電車は何でしょうか？制限時間は1秒。正解は横須賀線総武快速線 E217系です。ここでちょっと余談なんですが、僕が JR 在来線電車で一番好きな車両はマジで E217系なんですよね。そして E217系が廃車改装されていくのをたまに耳にするもんで、気になって E217系の残り編成数を調べたら、編集時点で11両の基本編成残り11編成、4両の増結編成残り11編成、そして横須賀線では基本的に11両と4両はくっついて走るので、残り編成数は実質11編成、ともう残り編成数が一桁に迫る勢いなんですよね。ということで今回は現在の JR 東日本の中距離列車の元祖とも言える E217系について、その功績を見ていきたいと思います。それでは E217系の功績を見ていく前に、まずは簡単に E217系についておさらいしていきましょう。 E217系がデビューしたのは1994年、そう、今年でなんとデビュー30周年なんですよね。そして全編成在籍時は11両、基本編成は51編成、4両増結編成は46編成が在籍。そして主要路線は皆さんご存知の通り、横須賀線、総武線をはじめ成田線、鹿島線、内房線や外房線で活躍。そして過去には湘南新宿ラインや塗装を湘南色に変更し、2004年から上野東京ライン開業直前まで東海道線で活躍していました。塗装で言うと E217系は更新前後で帯色が少し異なり、更新前は現在の帯色と比べ少し暗い印象。横須賀線の帯色、横須賀色を構成する色の一つのクリーム色は更新前後で変化はないのですが、周囲の青色の明暗で結構印象が変わりますね。また顔にあるロゴも E217 から JR のロゴマークに変更、帯の先端を丸みの帯びたものから少し角張ったものに変更。そして更新前後連結編成で比較するとこんな感じ。こうやって見ると結構見た目違いますね。あと細かいところだと、ドア上の帯が更新前だと3本線でしたが、更新後は2本線に減らされています。で、ここから E217系の功績を見ていくんですが、機的な部分というよりかは利用者目線で見ていこうと思います。なのでそういった部分の解説については後は頼みます。ということで、まず見ていくのは衝撃吸収構造。さっきあんなこと言っておいて、いきなりちょっと危機的なところになるんですが、乗務員の安全性という点で大きく寄与したので今回紹介させていただきます。衝撃吸収構造は主に車両前面衝突時に乗務員及び乗客を衝撃から守るもので、わざと潰れるようにして衝撃を吸収するクラッシャブルゾーン。構造を強固にして衝突時の空間を確保するサバイバルゾーン。さらに運転室の奥行きを以前の車両より広くすることにより乗務員の避難経路を確保しています。さて、この構造を開発した経緯として E217系登場2年前に発生した衝突事故があります。それが成田線大須賀踏切事故。この事故に関して簡単に説明すると、成田線普通列車が走行中に踏切内に侵入したダンプカーと衝突、負傷者及び死者を出し、車両が大破するなどした悲惨な事故となっています。そしてここからが問題となったところで、事故発生時、運転士はご存命でした。が、しかし大きく潰れた運転室からの救出が困難を極め、運転士は病院への搬送中に亡くなられました。そしてこれを教訓に、運転室の安全確保の一環として採用されたのが衝撃吸収構造となります。この衝撃吸収構造は以降の中距離列車だけでなく、通勤型車両にも受け継がれる構造となり、2008年に青梅線で発生した踏切事故や最近だと東海道線の電柱衝突事故ではこれを備えていたため、死者を1名も出さずに済むなど E217系から始まった衝撃吸収構造は車内安全に貢献してきました。さて、初っ端から少しシリアスな内容になってしまいましたが、以降はそんなことはない、ハートフルな内容になっているので安心してご視聴ください。ということで続いては中距離列車初の4ドア採用。これが寄与したのはラッシュ帯です。関東は言わずもがな、基本朝ラッシュ混雑最前線。最近ではコロナ禍が終わり活気を取り戻しつつあります。さて、話を戻して、E217系登場以前の中距離列車は3ドア車が基本となっており、しかも3ドア車が導入されている路線はどれも関東切っての混雑路線ばかり。もちろんどの路線も混雑緩和に悩まされているのですが、ラッシュ帯でもう一つ問題となってくるのが、乗降時間。ラッシュで遅れる原因の一つとなっている乗降時間。遅れに発展する理由は簡単で、乗車口に多くに人が集まるラッシュでは、その分乗降が終わるまでに時間がかかるためですね。しかもラッシュ帯はホーム、そして車内に多くの人がいるため、人の流れが停滞しがち。それも乗降時間の増大に拍車をかけています。そしてその乗降時間の短縮方法の一つとして挙げられるのが、ドア数の増加。例えば3ドア車両に1両あたり120人乗ろうとして、各ドアへ均等に分かれると1ドアあたり40人の乗車となります。対して4ドアになると1ドアあたり30人の乗車となり、比較すると4ドアは3ドアに対し10人乗車にかかる分の時間が短縮できます。このように、ドア数の増加によりドアに集まる人が分散されるので乗降時間が短縮され、ラッシュ帯の乗降時間の短縮にも寄与しています。それに加え、ドア前にはもちろん座席がないためドアが増えた分車内スペースが増えます。なのでドア数の増加は混雑緩和に対しても有効な手法となっています。
そして4度明かした上で中距離車両の風格を保つセミクロスシートを前任113系から引き続き設置。しかし4ドアでは初の設置となるため3ドア車から仕様変更が行われています。そしてこちらが E217 系のセミクロス車両です。さて、このチャンネルでは馴染み深いある座席が映っていますね。そう、我が母なる大地。JR 東日本新形式普通電車のボックスはこの E217 系が元祖となります。そして3ドア車、211系のセミクロス車両と比較するとこんな感じ。3ドア車、211系の場合片側のドアの間に2つボックスが設置されていますが、4ドア車、E217 系の場合ドア間の長さが3ドア車に比べ短くなったため片側のドアの間のボックス設置数が5つに減少。中間車で1車両あたりのボックス設置数を比較するとこんな感じ。1車両あたりのボックスの数は減ってしまいましたが、セミクロスシートプラスロングシートの編成構成は4ドアになってもしっかり継承してくれています。ちなみに1次車は後々に継承された仕様とは少し異なっていて、例えば座席通路側端に足があったり、長い手すりがあったりですね。先ほども言った通りこれらは E217 系1次車のみの採用で、量産先行車は全て廃車となったのでこの仕様のボックスシートは過去のものとなりました。また E217 系では JR 新形式及び4ドア初の各幅車体を採用。参考として209系を出していますが、209系も各幅車体が採用されている500番台が存在します。しかし500番台の登場は1998年なので新形式及び4ドアで各幅車体が初めて採用されたのは E217 系となります。各幅車体の採用により、209系のようなストレート車体に比べ車内スペースが増加、4ドア化と合わせ、ラッシュ帯の混雑緩和に一役買う存在となっています。そして最後に2階建てグリーン車のデザインについて、E217 系以前から2階建てグリーン車はありましたが、E217 系を境目に普通列車グリーン車の仕様が一部変更。まず、E217 系以降の新造もしくは新たに連結される普通列車グリーン車が全て2階建てになりました。これはラッシュ時のグリーン車混雑緩和のためですね。続いて一段式 LED 案内表示器を新設。これ以降の新型車両のグリーン車はスクロール式もしくは液晶の案内表示器の設置がデフォルトとなります。また、車体は211系のものをベースとしつつもそれまであったビートプレス加工がなくなり、以降、この構造が普通列車グリーン車の設計の基盤となります。ちなみに E217 系のグリーン車は JR 四国、快速マリンライナーの2階建て車両の設計のベースとなっています。でもって E217 系の座席モケットは最初からこのようなものではなく、秋田新幹線建設による田沢湖線運休のため走っていた秋田リレー号と同様なものが使用され、更新時に現在のモケットに変更、統一されました。さて、ここまで紹介してきたのは E217 系の功績、というかそれ以前と比較した特徴でした。じゃあ結局ここまで紹介したもののどこが功績に当たるのかというと、なんとここまで紹介した E217 系の構造が30年経った今も変わらないということ。さすがに時代の流れや投入路線で細かなところ、例えば案内表示器だったり吊り革などやボックス、グリーン車の有無は変わっているところはありますが、基礎となるところは E217 系から一切変わっていません。もう E217 系は、生ける伝説と言っても過言ではないでしょう。さて、残すところ11編成となった E217 系、JR 東日本普通列車の基盤となったこの車両は、JR 東日本の次世代の始まりとも言える車両に横須賀線を託しました。引退まで多く見積もってもおよそ2、3年となった E217 系の最後の活躍を目に焼き付けていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。やったぜ。